2022年4月10日、5チャンネルにこんなスレが立った。スレミン、またようけどもがアホなことしとるわ。おっこっちはいんけが集っとるわきっしょ。編集するのきつい内容、後半の方もきつい、閲覧注意でお願いします。早速スレを見ていこう。スレミン、ワイはお前らとは違うんや。ワイテイ。やめたれ。やめろ。なんぜいでも似たようなことやってる模様。わかる。むけって言うん。ワイをバカにするな。親友おらんタイプ。やめろって言うたやろ。一番仲がいい友達から見たワイは下から数えた方が早い友達や。やめや。くさ。やめてください。お母さんはいるから。これ。ワイの学生時代ほじくり返すな。神してんて。一匹狼ってやつやな。過去を振り返っても思い出とかなさそう。むけって流行らなかったよな。引きすぎたんや。陰キャにカテゴライズされてそう。こういうやつって孤高の天才タイプか、ガチガチの社会不適合のどっちかだよな。前者が 0. 数パー、後者が 99% 以上やね。親のせいで小学生の頃から引きこもってるわい。アウトサイドから高みの見物。実際辛いポジやんな。陽キャのノリにはついてけへんのに陰キャほどキモくなれないやつ。うーわ、陰キャが教室の隅っこでセカンド G しとるわ。キモいな。混ぜてほしいんご。陰キャが陰キャ悲願出てくさ。選ばなかったのではなく選ばれなかったんだという事実を直視しろ。陽キャにもなれず、陰キャにもなりきれぬ、哀れで醜い。陽キャ陰キャにも馴染めないけど無茶同士も馴染めないんよな。ワイはそういう無でいたかったのにキモい陰キャ友がなぜか仲間扱いして大変やったわ。嘘んご、本当は嬉しかったんご。集団行動の時こいつらはどうしてたん。引き取り手おらんやん。先生がおるぞ、社会人は知らん。引きこもりと組まされてた。グループ決めで一番辛いやつ。引き取ったら引き取ったでは生み出すし面白くないしでグループにとってマイナスにしかならんタイプやな。追ってもおらんでも何の影響もないタイプの人種。何者にもなれなかった何か。無茶というかガチ陰キャの部類やろ。妥協して陰キャグループに入ろうとしたらそこでも嫌われたんやが。ワイは人間関係使い捨てタイプや、仲良かったのに疎遠になるわ。仲良くなってるつもりになってるだけ。小中高大学社会人と価値観はぐるぐる変わるのにずっと仲良い奴らとか逆に不自然やと思うんやがワイだけか。別に価値観変わってもそれで仲悪くなるわけではないし普通やないか。話し合わんくなるから疎遠になる。価値観違ったら話し合わんくなるし、学生時代はみんなレベルが同じやから話し合うだけで卒業してからの経験はみんな違うから普通話が合わなくなると思わんか。疎遠になるのと仲良くなくなるのは別やない。別に普段から会わんだけで久しぶりに会ったら思い出話とかで花咲かせるし仲悪くはならんやろ。だからワイは人間関係使い捨てタイプなんや。仲良くても疎遠になっていつまでも二人で遊びに行ける親友と呼べる存在はいないわ。学生時代は確かに親友やったんやがな。このスレで一番痛い。なんやねん人間関係使い捨てってきっしょ。この感覚がわからんとかガキか。いやさすがにお前がおかしいわ。人生は人それぞれだから人間関係が変わるならまだしも、人間関係を使い捨てる発想なんてならんわ。こういうやつが敵対的な言動でしか反応を引き出せへん人間になるんかな。コンビニとかで店員困らせてるおっさんはまさにそんな遍歴で生きてきたんかな。年いってるほどどっかで壊れた可能性があるからな。無意識のうちに気を引こうとするからレスボンスらいそうな発言するんやろね。学生時代はまるまる先生と話に職員室に行ったろ。同年代とは話が合わないと考え、先生は気を使ってくれてることに気づかない。すまん意味がわからんのはいだけか。お笑い芸人でこういう学生時代のやつおるって言えばわかりやすいやろ。なんで何らかのコミュニティに属そうとしないんや。陰キャキモいのはわかるがぼっちよりはマシちゃうんか。コミュニティに所属すると自分が相対化されてしょうもない自分が見えてしまうから、一人でいれば虚構のプライドを保つことができる。しょうもない自分が見えて初めて成長できるのでは。成長したとしてその成長は成長痛を乗り越えるほどの価値があるんか。無茶同士で集まればいいやん。陰キャの集いと何ら変わらんがな。グループとしてのまとまりなさそうやな。会話が続かなくてすごい気まずそう。同種なの知ってるならうかつに自分の好きなもん話題に出せないやろ。ワイもぼっちなのになぜかぼっちのやつ見下してたわ。俺はあえてぼっちなんだ。お前とは違う、こんな感じ。そもそもぼっちになる理由がわからへん。クラスでも隣近所の席のやつとなんとなく仲良くなるし、部活とかコミュニティあるやろ。IQ バカ高いやつが合わせられん苦悩はあるらしいで。ここの連中が IQ 高いんか。150くらいのやつが数匹混ざっとるかもしれんで。一致みたいなバカって陰キャをそうくくりにしすぎ、陰キャは偏屈なのは共通点としても、そういう奴が世の中に新しい価値を生み出してるのが事実や、陽キャは群れに生きてるだけだからそういうのはない。ビル・ゲイツとかいう陰キャの頂点、あいつも現代日本に生まれてたら何十人になるだけで人生終わってたんやろな。米津玄師も見た目だけは影より濃いよな。何十人とはそもそものスペックが違いすぎる。陰陽無、次は何キャラが生まれるのか。シャキャや、全方位に対してシャに構えてヘリクツこねて否定から入るやつ。論破とも違うあの感じ何て言うんやろな。
引用無者。引用無者かかっこよく提案。LGBT と何ら変わらんわわらわら。会話が必ず、いや、からスタートするやつ。ひどい時は、いや、からスタートしたのに結局相手の意見と同じこと言ってる時もある。まあ社会に出たらどうでもよくなるから心配いらんわ。会社でも浮いてそう。無茶ってガチめにキョロ中よりは上だと思ってる説あるよな。これも陰キャやろ。チーグチーグ言い合ってるのと変わらん。能力もないし個性もない平凡な大多数の一人のくせに、自意識だけは高いから何にも馴染めない。なぜか自分は他人とは違うと思い込んで、結果友達も結婚もできず悪い意味で多数とは違う人生を歩むが、今のご時世その人生も大して特別でもない。なんジェイミンって本当の友達いなさそう。すべて上辺だけの友達。上辺だけもおらんぞ。やめろ。食堂で堂々と遊戯をやってる陰キャの方が充実してるんだよな。彼女いないだけでなく友達もいないとか生き物として欠陥だからな。一人だけいる微妙な顔の女奪い合ってたりするしな。無理に陽キャに混じってみても浮くし陰キャに混じってもなんか楽しくないし別に状態や。楽しくない存在は自分自身やからな。どうしようもないで。くさ。なおツイッターでは饒舌に、自虐混じりの陰キャラネタと童貞丸出しの下ネタツイートで盛り上がりってる模様。フォロワーいないから盛り上がってないぞ。自虐でキャッキャするのは影あるあるよな。これ当時は達観しできてると勘違いしてしまうのが痛いんよな。はよ気づけ。ある種の自己防衛やろ。いろいろ人生で普通の人間が当たり前に通過してるイベント経験しないで、その経験から来る成長も積んでないから、幼稚な思考してるの多いし発達障害者だよね実質。本当にその通りだわ。普通の人間はいろんなことを経験して成功体験を積むことで自信がつくけど、そもそも何もやらないから普通の成功体験なんてない。もちろん自信なんてつかない。この繰り返し、発達障害って便利な言葉だよな。無欠って不思議と勉強も中の芸家だよな。いつも机に向かってるイメージなのになんでや。容量が悪いんや、ゲームでも勉強でもそつなくこなせる陽キャとは対極の存在。無欠って学習塾で例えると B から D クラスぐらいの学力のやつしかおらんイメージやわ。 A クラスやトップ校対策のクラスのやつって普通に陽キャかジークみたいなやつばっかやった。勉強と向き合ってるんじゃなくて勉強以外のことから目を背けてるからちゃう？ネタフリするか本広げるだけで何も考えてないで。 Y の昼休みの過ごし方や人と関わらないから考え方が幼稚でそもそも勉強ができるできない以前の問題なんや。チーグーなのにエフランって終わってるよな。それも説明がつくで、親や教師に説教されたくないから勉強してるふりはするけどふりだけなんや。だから一日中机に座ってても遊びまくって夜1時間だけ勉強してるやつより薄い。ワイはこのスレの奴らと友達になりたいで。ワイもや。実際に対面するとお互いに見下し合うんやけどな。無とか言いたいんだろうけど、陽キャじゃないのは全員陰キャのカテゴリーなので。これ、時々俺はガチで向け話そうと思えば話せるとか言うとるやつマジできしょい。お前みたいな勝手にサンドバッグ想定して、殴ってるのも大概やけどな。いいよ、陽キャラの金魚のクソ、そんなに聞いちゃったのチーグー。出たよ、聞いてる聞いてるしか言えないコピペ野郎、脳みそ使いや。いいよ、金魚のクソ、相手にしてもらってたんじゃなくていじめられてたんだろ。陰キャにもいじめられて頭大丈夫？ワイを叩いて気が済むか？それよか男らしく論点ずらさずに立ち向かった方が楽やぞ。スレ対見て開く前はワイアンケって自虐してるスレかと思ったのに、ムケを勝手に説教していつに浸ってるやつばっかで笑えないわ。被害妄想入りがち。被害妄想やなくて実際そうやろ。ざっ見た結果の感想でしかないわ。今回のスレはここで終わってしまいました。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメントよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。